皆さんこんにちは。Good afternoon, everyone. では日曜日の午後の英語礼拝を始めたいと思います。最初に、この神の栄光のため、そしてこの英語礼拝のためにお祈りさせていただきたいと思います。それぞれ。We like to pray for the service for Thank you.
一日の時を、感謝いたします。私たちは、この1週間あなたの眼差しのもとに、あなたに愛され、あなたの愛のもとに、過ごすことができましたことを感謝いたします。過ぎたるこの1週間、さまざまないろんなことが私たちの、周りには起こりましたが、それぞれ、私たちの、迷うことなくあなたに従うことができましたことを感謝いたします。この1週間、あなたが、導いてくださったこと、そして、それに、従って、私たちがあなたの御言葉を思い出し、そして、苦しいことも悲しいこともあったかと思いますが、それを、克服することができましたことを感謝いたします。この教会に、集いました兄弟姉妹、そして、この教会から、世界の各地に行かれました、兄弟姉妹、そして日本の各地に行かれました兄弟姉妹の、これからの1週間をどうかお守りください。このあなたが作ってくださいましたこの星、地球というこの星の上で、私たちは、時々をあなたの愛のもとに過ごして、過ごすことができていますことを感謝いたします。それぞれ世界のたくさんの国にではそれぞれ違った環境のもとに兄弟姉妹が過ごしていることと思いますが、それぞれのあなたのその愛のもとに生きていることに違いはありません。あなたのその祝福のもとに私たちがこれからも過ごすことができますことを感謝いたします。特に、この教会から、救わされましたオーストラリアにおられましたブライアン兄弟、そしてカトリン姉妹、そしてフィリピンにおられます、ニーカ姉妹、そのご家族の皆さんのこれからの、1週間をどうか用い、働きを、用いて、祝福をお守りください。We especially pray for our missionaries sent out to Australia, Brother Brian, Sister Kathleen and family in Australia, and also Sister Nipa and her family in the Philippines, that you will continue to protect them, guide them, bless them, and use their ministry in a mighty way.集いました兄弟姉妹、そして盛岡におられます、たくさんの、兄弟あなたに、あなたのもとに、集っております兄弟姉妹、そして日本全国、そして世界の各地におられます兄弟姉妹の、どうかこれからの1週間を、用いてください。And in living in Japan and in living in different parts of the world, that all their time and all their work will be used by you.
謝して、お祈り申し上げます。And we thank you and we pray all these things in the name of Jesus. Amen.生産式を行いたいと思います。Time of Holy Communion first.